ドイツ一部のフランクフルトに所属するハッセ・マコトが、来季に向けて、契約を延長して、現役生活、続行したいという意欲を明確にした。独自紙、ポルトビルトのインタビューに答えたと、で、ドイツ複数メディアが伝えている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも観、視聴。1ヶ月無料お試し実施中。今季はブンデスが最年長選手となり、1月には37歳の誕生日を得た大ベテランの長谷部。昨年クラブとの契約を延長した際には、現役最後のシーズンにな、とも予想されていたが、今季も衰えを感じさ、内活躍を続けており、先日には契約延長が定的になったとの報道もあった。長谷部は契約延長について、焦ってはいませんとしつつ、アイントラハトでプレーを続けたいと思いますと明言。クラブにプレッシャーをかけつもりはありません。今後数週間に話をする思いますと見通しを示した。フランクフルト現在リーグ戦4連勝、10試合負けなしと好調を、ただしして3位に浮上している。7年前にここに来た時は、ほぼ毎年残留争いをしていましたと。長谷は振り返りつつ、サッカーの面では、僕が、今ま、プレーしてきた中で、ベストチームだと思い、すと現在のチーム状態について語っている。移籍2年目の2009年には、ボルフスブルクで、グ優勝も経験したが、そのチームと比較し、も、今が僕にとって、ブンデスリーガでの敗、意図で、一番、いい時期だと思いますと長谷部、週末に迎える首位バイエルンミュンヘンの上位対決に向けても自信ありげな様子を見せている。両。